っくりゾンビアーミー4。前回までのあらすじ。列車に乗った。このあらすじ必要ある？列車に乗った霊夢たちはミラノを出発して移動してるよ。ヨーロッパにあるあちこちの基地と通信が取れていないようです。私たちは今から、ダットン隊長という人物に会いに、東へ移動している。何でもそこでゾンビ世界の原因究明をしている、オカルト専門家がいるらしいよ。その人がこの世界で無事でいてくれるといいのですが。通信が取れない状態だから、私たちの目で安否確認をしないとな。地図で見た感じ海辺の街に行くみたいだね。到着。うわ、霧が濃いですね。建物の明かりは消えてるが、街灯はついてるな。船が動いてるよ。霊夢たちあれに乗れるの？霊夢さん、後ろにバケツをかぶった不審者がいますよ。失礼なこと言うんじゃありません。彼は今回霊夢の護衛を務めるボリス。あのバケツはお金と引き換えに召喚した、由緒あるバケツなんだよ。聞いた話によると、頭部の防御力が上がるらしいぜ。それは大変失礼しました。わかればよろしい。列車から出てすぐこれだよ。案の定というかなんというか、やはりここもゾンビだらけだな。果たしてオカルトの第一人者というのは、生きているのでしょうか？街の中を大きな川が流れてるね。今回は船で移動するみたいだな。このゲームではこの都市をベニスと表記していたが、日本ではベネチアと呼ばれている方が多いな。そっちの名前の方が馴染みあるね。水の都として有名な街です。霊夢一度でいいからこの街でゴンドラ乗りたかったんだ。でも霊夢の思ってたベネチアとは全然違うな。船が補強されまくってて物々しい雰囲気ですね。本来ならここは小型のゴンドラが行き交っていて、小ギ手さんが歌を歌ってたりする街だったんだがな。残念。おや、バケツマンの様子が。よかったですね霊夢さん。歌じゃないけどダンスが見れましたよ。これじゃない感すごい。わがまま言うんじゃありません。船の上は割と安全ですね。街の中にはゾンビいっぱいいるけど、船が動いてる間は侵入してこないね。もしかしたらゾンビは泳げないのかもしれないな。屋根の上から落ちてきますが、どうやってあんな場所に登ったのでしょうか。あの高さにいるゾンビなら、わざわざ倒さなくても落下ししそうだね。この船はどこまで行くのかな霊夢。屋根の上にも矢が。どこ？誰か出てきましたね。何あのジャンプ力。今のは何だったのでしょう。どこかに飛び去っていってしまったが、カールさんが焦ってる。今のゾンビはスナイパーらしい。スナイパーってことは遠距離から撃ってきますね。そんなのずるい。お前もスナイパーだろが。そうだったわ。あっさり倒せた。この街ではスナイパーが出没するようだ。船の上では隠れる場所がありません。撃たれる前に倒してしまいましょう。緑に光ってるから遠くからでも見つけやすいね。レーザーサイトがあるから誰が狙われてるかも見えるな。ほんとよく飛ぶね。2回ジャンプしてから攻撃してくるみたいですね。キャッチしてすぐのタイミングを狙ったら撃ちやすいぜ。複数出てくると対応しきれなくなってきたよ。落ち着いて一体対処していきましょう。このステージでは船の安全を確保しながら進んでいくぜ。船にユビクターさんが霊夢さんたちが戦ってる間に色々調査を進めてくれているみたいです。目的地が近づいてきたみたいだぜ。ビクターさんとはここでお別れみたいだよ。お別れした後はまた徒歩での移動になるみたい。お互いまた無事に再会できるといいな。私たちは前方に見える光の元へ移動してます。見るからに怪しいよね。ここからそんなに遠くなさそうだ。この街もバリケードだらけですね。せっかくの綺麗な街並みが台無しだな。ゾンビ退治が終わったらゆっくり観光したよ。で、また火炎放射器持ってるんですね。もう火炎放射器しか使いたくない。と霊夢の救世主だもんな。霊夢さんはこの街のどこかにいるダットンさんを探してるところです。この世界で生きてる人間はほとんどいないから人恋しよう。人がいたとしても武装した人間しかいない。一般人はどこかに避難したのかもな。扉が開いた。大きな建物ですね。ダットンさんはこの中にいるのでしょうか。籠城するには良さそうな場所だもんな。土のうで入り口が固めてあるね。お邪魔しまーすよー。あれー、人の気配がありませんね。え、なんか偉そうなゾンビ歩いてきた。ゾンビたちの顔に仮面をつけたな。あのゾンビはコマンダーというみたいですね。先に倒しちゃおっと。ここから届くかな。急所に当たったー。お前、あんなかっこいい演出で出てきたゾンビを、あっさり倒すんじゃないよ。そうですよ、ちょっと悪戦してもらわんと。霊夢なんで怒られてんの？でも待って待って、なんか復活してる。コマンダーは普通のゾンビを強化することができるみたいだな。コマンダーに仮面をつけられたゾンビは、足が速くなるみたいですね。さっき心臓を打ち抜いたけど、また復活してそう。ちょっと遠すぎて見えにくいが、ゾンビが復活する時の光が見えたな。起き上がったね。今ので悲観キルと表示が出ました。ってことは、これでもう起き上がることはないのかな？コマンダーが倒れても、強化されたゾンビは、そのままのようだな。ここの建物も誰かが生活してた跡が見えますね。この頑丈そうな建物をここまで補強したのに、ゾンビに乗っ取られてしまったんだね。さあ引き続きダットンさんを探そうぜ。その人本当に言ってんのかな？
綺麗な建物だね。下の方はゾンビを防ぐための補強の低下入り口が塞がってました。外へは2階から出るみたいですね。さっきの建物から外に出れたぜ。意外なことに街の中には軍人さんが歩いてたぜ。すでにゾンビを退治した後なのかな。そうだといいのですが。いたいた、あれがダストンさん。無事で何よりなんだぜ。この人土のうで自分の周りを囲んでるけど、逆に危なくない？この世界のゾンビは障害物乗り越えられるからな。袋小路にされそう。ちょ、隊長が何か喋ってますよ。二人ともちゃんと話を聞きましょうよ。そうだった。ふむふむ、ダットン隊長の話によると、空から襲撃が来るようだ。ダットンさんたちはパリに撤退するようだよ。それにしても空から襲撃とは、防ぎようがありませんね。30秒で準備しろってさ。うわ、本当に空からゾンビが降ってくる。これは激しい戦闘となりそうです。というわけで、ゆっくり米変身タイム。予想してた。今回一件もコメントが来なかった時は、団長の思い出コロッケ論争しようと思ってた。その論争にそんな覚悟いらねえだろ。それではまず1件目、A さんからのコメント。1個目、ゾンビアーミーやってみようかな。ぜひやってみてくれなんだぜ。このゲームはやり込み要素もたくさんあって各フィールドも細かいところまで作り込まれてるよ。もし少しでも興味があったらいろんなモードやいろんなマップを試してみてくれね。好きなゲームの話になると距離感バグルオタク。なんだと？続きましてのコメント、I さんより、投稿お疲れ様です。この人は私たちと同じゆっくりの人だぜ。わーい、お仲間さんだね。遊びに来てくれて嬉しいよ。I さんもいつも編集お疲れ様です。続きましてのコメント、H さんより、ビビリだからゾンビはドアを突き抜けてくれた方が嬉しい。コロッケはおかずになります。なりません。嫌なるだろ。あとコメントくれた人に対してその顔すんの今すぐやめろ。まさかとは思うけど、エイキさんもマリサもジャガイモをご飯の上乗せて食べるの。ただのジャガイモはお米に合わないけどコロッケは余裕でいけるだろ。表に出ろマリサ。上等だこの野郎。はい、続きましてのコメント、エイさんより、コロッケはご飯のおかずになります。異論は認めない。こらな。はぁ、あ、はぁ、あ、じゃエイさんはお弁当の中にお米とコロッケだけ入ってたらどう思うのかな。わけわからん。かかり方すんな。喉が渇きまくってしょうがないでしょうが。お前の基準って水分量なの？水分量は大事だよマリサ。だってお弁当が全体的にパサパサだったらがっかりしちゃうでしょうが。コロッケはそこまでパサパサでもないし、この世にはだからなんだこの話題って嫌いだったのかな。あ、お二人ともゾンビの襲撃に耐え切りましたよ。あれ？でもまだコメント残ってるよ。この後もゾンビとの戦闘はあるでしょうから、続きは次の戦闘でさせていただきます。とりあえず今回はコロッケはご飯のおかず派が圧倒的多数だったぜ。次の米変身タイムで巻き返してみせる。もうその話題で喧嘩するのやめにしましょうよ。おっと、ここでブルーノさんから連絡が来たぜ。ブルーノさん無事だったんだね。しかしお互い完全に無事ということもなく、先ほどの基地もかなりの犠牲を出してしまったぜ。しかし努力の甲斐があり、ブルーノさんたちはこのゾンビ世界における重要な手がかりを突き止めた模様。ふむふむ、なるほど。さっぱりわかんない。ゾンビの発生源を突き止めてくれてるみたいだぞ。お次のミッションは地獄の塔を探せとのことです。チャプター2のミッションはこれで最後みたいだぜ。船から始まったけどかなりの距離移動した気がする。あ、目の前にイカにも怪しげな塔を発見。うわ、イカにも危なそうですね。ここからは各地にあるこの地獄の塔とやらを破壊していくミッションが主になっていくみたいだぞ。あれを破壊したらゾンビたちはもう湧いてこないのかな。どうやって破壊すればいいのでしょうか。銃やグレネードじゃびくともしなさそうだ。カールさんが作戦を思いついたみたいですよ。塔は水辺にあるから発電機を使って電気を流して破壊するみたいだ。そのために発電機を直さなきゃだね。あ、バケツマンが直してくれた。もうこれで発電機を稼働することができるみたいですね。こんな発電機1個であんなでかい塔を破壊できるかな。ようこいしょ。稼働したと同時にミッションが発電機を守れになったぞ。ゾンビたちに発電機を壊されないよう死守しましょう。というわけでここでゆっくり米変身タイム。さあさっきの決着をつけるぞ。まだやるんですか。それでは本日の5件目、 R さんより、たまたまの件は草、コロッケはおかずになります。昨日の晩御飯はクリームコロッケだった。ほら見たことか。嘘だー。やばい、またコロッケ論争始まっちゃった。みんなコロッケって何でできてるか知ってる？じゃがいもだよー。それにパン粉つけてカリッと揚げたのがコロッケなわけですよ。何が言いたい。それで言うとコロッケはポテトサラダと一緒、つまりコロッケはサラダなんだよ。そんなん思ってんのはお前だけだろ。納得いかない、納得いかない。はいはい、もう次の米いきますからね。 T さんよりコメント返信コーナーでは我輩が登場。今回も遊びに来てくれて嬉しいよ。いただいたコメントはありがたく全部拝見してるんだぜ。こんなチャンネルではありますが、また気軽にコメントいただけると嬉しいです。それでは次のコメント、 S さんより、遅れてすいやさん。こういうゲームは自分がやられたものを使うの多い気がす。伝わってくれ。ああ、それちょっとわかるかも。トラッパーでボコボコにされた日はトラッパー使いたくなったり。何の話してる。霊夢はこのゲームでフレイマーにやられることが多いんだけど、そのせいか火炎放射器にすごく思い入れがある。見つけたら必ず拾ってんもんなお前。おっと、一度本編に話を戻しますが、このエリアには先ほど直した発電機だけじゃなくもう2台発電機があるみたいです。なるほど、さっきのと同じように修理して稼働する必要があるのか。うわ怖いけど湖の中を歩いて行き来しないとダメだね。でっかいサメが吊り下げられてるな。ちなみにあれも危険物でゾンビ退治に使えるんだぜ。あんなのどうやって使うんですか。まあ見てなって。助手のバケツマンがサメの下に餌手榴弾を投げてくれたよ。ゾンビが緑のもやの場所に集まってきましたね。たくさん集まるまでちょっとだけ待ってみようぜ。そろそろいいんじゃないか。それじゃあサメ起動。起動。おお、
ちなみにこれに当たったらレジェンドもひとたまりもないからな。は、サメに夢中になってましたが、そういえば私たちコメ変身タイム中でした。ミッションの説明のせいで中断して申し訳ないんだぜ。それでは8件目のコメント、 N さんより。最初怖すぎ。前回のプロペラへの感想かな。このゲーム結構ああいう初見殺し的な危険物いっぱいあるんだ。ちなみにさっき使ったサメのギミックで霊夢やお仲間さんたちは結構ひどい目に遭ってる。ご利用は計画的になんだぜ。それでは今回最後のコメント、 T さんより。結構楽しそう。楽しいよ。霊夢たちがやってるストーリーモードの他にも毎週のウィークリーイベントや、とにかくゾンビとの戦いをし続けるホードモードもあるよ。鬼のような難易度で遊んだり、収集アイテムを探したり、やり始めたらキリがないんだぜ。ぜひ皆さんも気が向いたら遊んでみてくださいね。それでは今回のコメ変身タイムはここまで。みんなありがとうね。また遊びに来てくれると本当嬉しいんだぜ。それじゃあ残りの発電機を修理して、と、修理して稼働したら元の場所に戻って、今回のベネチアでのミッションは完了となるぜ。この地獄の塔が他にもたくさんあるみたいなので、次回からも頑張りましょうね。それじゃあ今回はここまで。最後までご視聴、ありがとうございました。